高さが十分あります。さあどうでしょうか、新月面宙返りを行うか。やったー、決まりました。2回宙返り、2回ひねり、後方宙返り、ハイひねり、前方宙返り、1回半ひねり、新しいウルトラシーをモントリオールの火抜き舞台で披露しました。どうやらこれで日本のオリンピック5連勝が決定的であります。日本よく逆転に成功しました。新しい ウルトラシー、いわゆるムーンサウトであります。 9.9 が出ました。 9.9 が出ました。ついに塚原は 9.9、 怒りも嬉しそうです。笠松を失い、そしてまた藤本を失いながら、最後跳馬からの4種目は5人で行いました。喜びます。優勝、日本オリンピック5連勝決定であります。この拍手を、そしてこの笑顔をご覧いただきましょう。1万6000のフォーラムの観衆が温かい拍手を惜しみなく送っています。日本の男子体操陣、オリンピック史上初めての団体5連覇を成し遂げました。藤本が泣いています。加藤沙央の目も緩んでいます。五十嵐も泣いています。よく戦いました。剣持の目が潤みます。